さあここでルカが一番かっこいいと言われている理由がわかります。結局ルカ金城がね、ツーストライクになってからのね、エンターテインメント、ストライクは、はい、こっからもうあれだから、でも一番かっけえんだ。で、いや、ほんとにかっこいい。あの、今はちょっと調子が良くなかったけど、ほんとはこんなもんじゃなくて、うん、実は もっとすごくて、違うんだって。ほんとにすごい、ルカはすごいもん。ルカはすごいんだ。ちょっと見せてやってくれよ、ルカ。ちょっと、今のはちょっとね、あれだけど、うん。よし、こっから、なんでルカ金城が一番かっけえって言われてるか分かりますから。さあ、ツーストライク、来ますよ、こっから。来るぞ。さあ始まる、ルカルカカットフィーバー、踊り出す。いや本当に、あ、ちょっと調子が悪かっただけで、ルカって本当にかっこよくて、ま、マジですごくて、ルカって本当にすごくて威圧感のルカに圧かけるな。畜生、圧に弱いタイプかよ。プレッシャーに弱いのかよ、ルカ。おっ、グッバイエブリワン。